皆さんこんにちは、 B レジェンド上野です。 B レジェンド大林です。 BG バーを使ったアームカールを紹介していきたいと思います。鍛えられる場所なんですが、この上腕二頭筋、力こぶの筋肉を鍛えることができます。動作としてはすごくシンプルではあるんですが、どういうふうに意識をするかというだけで、この上腕二頭筋への刺激が大きく変わりますので、そういったところを今回解説できればと思います。まずは足幅、だいたい腰幅くらいで立ってもらって、バーを逆手で握ります。握り幅は、その人の骨格だったり狙っていく位置によって、ちょっと変わってくるんですが、今回は、イージーバー この曲がってる位置に対してややこうなるところ、一般的な握り位置ですね、で握りました。でそこから肘の位置を固定させます。で顎を引くようにしてバーを上げます。はい、で下ろします。はい、この動作を続けましょう。上げて、で下ろすときに少しコントロールをするようにすると、刺激がより入ります。ポイントです。この時に肘を後ろに引いたりなどして、肘の位置を変えて行うと、これでも重りは持てるんですが、上腕二頭筋への刺激は、少なくなります。なので肘の位置は固定して動作を行いましょう。バッチリです。続いて、たまにこう反動を大きく使って、バーベルを上げ下げする方もいらっしゃいます。トレーニング上級者であればこういう形で上げる時だけ、反動で、助けて、戻す時に、コントロールして効かせるという方法はあるにはあるんですが、初心者のうちは反動をむやみに使わずに、俗に言うストリクトなフォームでやっていただく方が、怪我のリスク等も少ないのでおすすめです。で最後の方にちょっと振ってチーティングを使って追い込むのも、テクニックではあるんですが、まずこのストリクトな方を押さえていただけるといいかと思います。はい、でポイント3つ目です。結構これ見逃しがちなんですが、バーベルしっかり握りましょう。グッと握ってもらって、手首がこのように寝ちゃうと、実はこの上腕二頭筋刺激が入りづらいです。手首を立てた状態で、カールをしてあげる、こういったことは、気をつけていただければと思います。イージーバーで行うアームカールの、種目の解説でした。ありがとうございます。